主戦功叩かれまくった森安ジャパン。大作外し朝の選んでプリをヘボと言いた期待してた中山大家が代表辞退。遠藤渡るは大会直前の往診と久保武房は左肩を脱臼した。板倉今後は膝の怪我から復帰を果たしたばかり。富安は右のハムストリングを痛めたまま、クラブで復帰できないまま代表合流。玉田は体調不良で、田中碧は膝怪我、三笘薫は発熱のため代表合流遅れた。森田も怪我して満身創痍の森安ジャパン。そして迎えたカタールワールドカップ強豪ドイツ戦。